系統の列車路線ズ・ユトレヒト快速トラムとは、オランダのユトレヒトと、郊外都市の間で運行されている2路線の路面電車のこと。ライトレールに分類される。期間1.435メートルの標準機、750、ボルト直流電化の路線で、全線で、専用軌道時期を走る。運行事業者は、コネククション、軌道保有はプロレールである。路面電車の車両などには、 系統番号ではなく、行き先のみが表示されている。ユトレヒト中央駅付近のモリルズパーク駅から、ユトレヒト中央駅前を経由し、ニーウェヘン中央駅を経てニーウェヘン南駅までを結んでいる。ニーウェヘン中央駅で61系統と分岐している。全線所要時間約30分、運行間隔1時間に4本であり、2009年、 現在の運賃は4ストリップンである。ユトレヒト中央駅付近のモリルズパーク駅から、ユトレヒト中央駅前を経由し、ニーウェフヘーン中央駅、アイセルスタイン中央駅を経てアイセルスタイン、南駅までを結んでいる。ニーウェフヘーン中央駅で60系統と分岐している。全線所要時間約40分、運行間隔1時間に4本であり、2009年、 現在の運賃は5ストリペンである。ゆとり人市街地と郊外の新興都市間の交通機関として、ランドスタット鉄道のような鉄道、トロリーバスまたは快速トラムが検討された結果、快速トラムを建設することと決定された。当初、ランダ鉄道が軌道不設を開始したが、地方交通の関係者間で調整した結果、バスの運転手が 路面電車の運転士を兼業できるということで、この地区でバス事業を行っているミドネット社が事業を行うことになった。なお、完成した軌道の保有と運営管理は、オランダ鉄道などと同じくプロレイル社が行っている。1983年には、モリルズパーク駅からニ上ウェヘン南駅の路線が開通した。当時は100系統と呼ばれていた。 1985年にはアイセルスタインへの分岐線が開通し、101系統として運行された。1994年には地域交通の路線番号の変更作業により、60、61系統に系統番号が変更された。2000年に61系統は現在のアイセルスタイン南駅まで延伸し、現在の路線網となった。ありがとうございます。